黒猫ゲームズ見てね。なんかいるよね、あそこ。ほら、足が見えるから。あれなんだ？せーの、おはようございます。あれせーの、こんにちは。なんてた今、おはようございますって言ってから、おはようございますって合わせるかと思ったら、こんにちはだった。こんにちはで行こう。はい、もう一回行こうか。せーの、こんにちは。黒猫チャンネルへようこそ。黒猫とアマゾナイトです。はい、今日もね、スジクワの山にやってきました。はい、スジクワ型をね、なんとしてもペアリングしたい。はい、ね、ほんとね、なかなかね、メス取れないですよね。オスはたくさん取れるのにね。前回この山でね、スジクワガタのメス逃がしちゃったんでね、もう一回入ってるかと思ってね、1週間経って来てみました。はい、はい、じゃあ早速行ってみますよ。はい、今日も頑張りましょう。おう。一箇所目、例の新発見のめくれポイント。今日こそね、メスをね、メスを、前回ここはね、胸赤ありかなんかね、いて、クワガタ一匹もいなかったよね。はい、今日も今日とってアリがいます。やばいね、アリ。胸赤、胸赤だと思うんだけどね。あ、アリアリアリ、アリ出てきた。胸赤、胸赤だよね。多分調べてみたんだけどね、胸赤の方がね、トゲアリよりも見てたから。そうだよ。一通り見てみたんですけど、いないですね。いない。いない。こっちの隙間もいない。下の隙間。ここ。ここもいない。なさそう。はい。こっち側もいない。ああ。入ってないね。入ってないね。アリもね、そんなには入っていないですね。スジクワポイントに到着しました。はい、ここね、ここいるだろうか。今日もね、入っていない。やばい、マジで。これクワガタのスジクワのメスも入ってない。こっちのめくれもないな。いない。やばいぞ。いない。下側もいない。マジでいない。やばい、今日ここ一匹も入ってない。やばいぞ。スジクワのメスが欲しいよ。3箇所目、大型の平田が期待できるポイント。はい、あそこはすっごい量のめくりあるからね。去年アマゾナイトと一緒に来て、カブトムシとミヤマクワガタ、オスを捕まえたとこだね。はい、まずは遠巻きにクワガタがいるか確認。はい、ミヤマとかはあんまりめくれに入らないから木についてることが多い。そうだね。木の裏側もまずは確認。この確認作業は意外と大事かもしれない。ミヤマがね、枝についてるかもしれないから、そうそう、収穫で落とせるかもしれない。やばい、長袖着てるから顔を蚊に狙われてる。やばいね。そうだね、火についてる感じはない。アマゾナイト、これ可愛くない？ちょこってね、ちょこってちょこって可愛い。これがいずれ大きな枝になるんだろう。これ生えてんの？生えてるね。生えてるみたい。生えてる生えてる。わ、可愛い。やばいね。ここにも胸赤がいる。胸赤がいる。これ胸赤ですね。うん、トゲじゃないですね、これはね。そうだね。はい、あ、やっぱいるんだ。はしごで登ってます。アリはいる、アリはいるけども、クワガタは今のところ確認できない。マジで？うん、やばいぞ。やばいけど、ここは見るべきポイントが多い。めくれの内側、
こちら側からは確認できないですね。ここもクワガタがいる感じではない。はい、ナイス。そう、残念。表側最大のポイントに移動します。よっ、よいしょ。あー、はしごやばい、はしご。よいしょ。あ、頑張って。取れないよこれ。いやー、ギリだギリ。これきっつい、この体勢きっつい。いる？いない。え、いないわ。坊主？坊主だね。いや、坊主だ。マジか。いないっす。夜の街灯にやってきました。これすごくないですか？これやばない？やばいっしょこれ。うわ、これ運河かな。これ近づけねえわ。うわ、びっしりですよこれ。びっしり。さーて、クワちゃんはいるかな。クワちゃん、うん、ここになんかいる。おお、これはココアだな。メスだな、ココアの。ココアのメス見つけました。どうすっかなこいつ。とりあえず捕まえます。自販機のところ行こうかな。あ、なんか後ろで音がした。あ、いた。これはノコギリだな。ノコですよ、ノコ。水牛型一歩手前ぐらいか。ちょっと起こしてやろうか。おお、いたこいつ。痛い、出たばっかりだなこれ。いました、ノコですね。水牛型です。うん、これ捕まえよう。あ、こっちにもいる。あ、ココアだ、ココア。ココア発見です。ココア2匹目だな。これもとりあえず捕まえようか。なんかキラキラしたやつが見えるんですけど、これ。おお、綺麗だね。綺麗。これはカナモン？カナモンかな？うわ、やべ。すげえ。ここ虫だらけだ。やばいわ。そこにもなんかいるっぽいぞ。これ。ああ。これもココアか。潰れてる。うわー、かわいそうにな。潰されてますね。誰か車に踏まれた感じだな。いやー、まあしょうがないですよね。ここ駐車場ですからね。木になんかついてる。あそこになんかついてるぞ。あそこ。これはココアのメスだな。これクヌギじゃないんですけどね。気についてますね。街灯の横だからか。すぐそこがあの街灯ですからね。しかしこれ本当やばいですよね。これやっべえ。今日ね、暑かったんですよ。暑かったからかな、むちゃくちゃ虫が発生してる。うわー、ほんま半端ないですねこれ。いやー、なんかついてねえかな。クワちゃんとかついてねえかなこれ。うわー、手になんかついた。気持ち悪い。
いつもの木のところにね、来ました。夜なんでね、ただね、やっぱり雨降ってなくてね、全然ほぼ樹液出てない、ちょびっとね、そこから出てるぐらいなんで、ほとんど匂いしないですね。匂いしないんで、どうもクワガタもね、ちょっといないっぽいですよね。いつ昼来たらね、スズメバチがいっぱい止まってる木にやってきました。あそこからいつも樹液出てるんですよね。ん？なんかいねえか、あれ。あれ、ん？ガーがいる。ガーの上。これ、なんだこいつ。こいつは？あ、なんか いますね、あれ。なんかいるっぽい。ちょっとね、上上がって近づいてみます。なんかいるよね、あそこ。ほら、足が見えるから。あれ、なんだ？あれ、ノコじゃねえか？あー、ノコギリっぽいですね。いやー、ちょっとね、ちょっと高い場所に、もうちょっと角度変えてみようか。あれあれあれ、ノコじゃねえか。なんかいっぱいいるぞ、あそこ。あのノコ欲しいんだけど、ちょっと今日ね、網忘れてきたんですよね。中で続いてみましょうかね。あれ、ペアじゃねえか。お、邪魔だよ、お前。お前、邪魔だって。あれ、ノコギリのペアじゃねえか、あれ。いや、落としてみるけど、うまいこと二つともゲットできるかな。だから、お前、邪魔だって。取れました、取れました。うまいこと取れた。これ、メスむちゃくちゃでかくないか、これ。オスもね、結構いい感じで水牛型ですよ。はい。とりあえずこれ持って帰ります。やったぜ。今年初のね、結構まともなノコかもしれない。ちょっと嬉しいですね。家に帰ってきました。いやー、今日はね、ノコギリの日でしたね。まずこれが一番でかいやつ。まあね、水牛型ですよ。でね、すごいでかいわけじゃないんですけど、まあこれぐらいのサイズだと、結構かっこいいですよね。はい、いいです。元気元気。はい、そしてね、これはね、飛んできたやつ。これもね、水牛型って言えば水牛型ですね。ただちょっとちっちゃい。うん。さっきのやつに比べたらね、ちっちゃいです。そして驚いたのがメスですよ。どっか行ってる。ちょっと待って待って、メス。メス待って。はい。無理やり連れてきちゃった。驚いたのはこのメスね。でかいです、これ。オスはね、まあ、大きいっつってもね、うん、中型サイズだと思う。中の上ぐらい。メスはね、でかいですよ。今まで黒猫が見てきた中でも、まあまあ大きい方だと思います。ちょっと測ってみましょうかね、一通り。まずはこの子。飛んできたやつ。生まれたばっかりだと思うんですよね。ちょっと痛いんですよ。よっ。おーおーおー、元気元気。噛んでくるね。噛むっていうか挟んでくる。こんなもんすね。はい、53ミリ？まあまあ、うん。ちっちゃいちっちゃい。うん、でもまあ、これぐらいのサイズだとね、まあ満足かな。
はい。どうすかね。いいんじゃないでしょうか。やっぱノコギリは水牛型がね、一番かっこいいですよ。これ割とこれブラッキーなんですよ、こいつね。うん。そこそこね、茶色い感じ？いいと思います。次は、木のところに倒す。よし。この子もね、生まれたばっかりだと思う。結構痛いです。この子の方が大きいですよね。サイズ測ります。うお、怒ってる怒ってる。うわ、元気いいね。測らせてくれない。よし。OK ですね。お、意外、意外ですね。6センチあるかと思ったんだけど。55ミリ。あんま大きさ変わんねえじゃん。はい。こいつですね。いや、でもやっぱ水牛型です。かっこいいですよ、これ。どうすか。ぐわーってこうね。いい。かっこいい。やっぱりね、こんなノコギリ欲しかったんですよね。最後は、ちょっと驚いたサイズのメス。これもでかい。これむちゃくちゃでかいですよ、これ。まあ、むちゃくちゃでも、まあ、所詮は、ノコギリのメスなんでね、あれなんですけど、これですね。36ミリ。はい。立派ですよ、これ。このメスは。うおー、すごい。膨れてる。長さよりもね、この体の膨れ具合がすごいです。あんまりね、こんなに膨れ上がってるね、メスね、見たことないんですよね。病気じゃねえよな。これね、ブリードに使いましょうかね。さっき捕まえた大きい方のオスがね、メイトガードしてたんで、はい。もう交尾済みかもしれないですね。まあ一応同居させてですね、ブリードしてみたいかな、と思います。どうすか、メスです。太いですね。立派です。はい。ということでね、今日はね、かなりの収穫がありました。うん。ノコギリね、まともなノコギリ今季初なんで、結構ね、嬉しいです。それではね、今日はね、これでお別れしたいと思います。まだまだね、昆虫採取の方頑張っていきますんで、よかったら、ご視聴、そしてチャンネル登録をお願いします。また感想なんかもね、いただけたらすごくモチベーション上がりますんで、よろしくお願いします。それでは今日はこれでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。